よし、じゃあ続きやっていこうか。まあ特に、なんだろう、これといって多分もうほぼほぼルートに入っとるはずやからこれでたったこれだけのことである程度ルートには入っとるはずやから、よほど無理でもせん限りね。まあ入るのは簡単だからね。ああ、プルルート電話だ。ガチャ。もしもし、藤井です。夜分遅くに申し訳ございません。藤井東也様のお宅でございますか？お？女の人の声だ。はい、俺が東也ですけど。私、森川さんの友人の尾形と申します。はあ、やたら丁寧な口調だけど、俺の知り合いにはちょっといないタイプの喋り方だな。ここまで言ったらわかるやろ。たまにこうしてユキの友人と称する電話が俺のところにもかかってきたりする。へえ、そんなことあるんだ。なるほどね。そういうのは当然ユキ関係で何らかの目的があるんだろう。俺がユキの知り合いだってことは高校時代の知り合いあたりから聞きつけてくるんだろうけど、大抵かかってくるのは変な連中からだ。あらま。まず無言電話が多く、たまに意味不明なクリごとを、始めるやつもいる。やば。何を考えているかわからないし、怖いから乱暴なことを言ったり、いきなり切ったりとかができないのが辛い。今夜のはそういうのじゃないといいな。藤井東也さんですよね。はい。バカに確かめるな。私ですけれど、尾形。私ですけどって丁寧な割にはずうずしいな、この尾形って人は。え？尾形？芝居がかっとるな。尾形。リナちゃん？ひょっとして。そう。ああ。これがもし振り込み詐欺だったら多分引っかかっとったな。俺俺っつって。向こうの彼女が短く答える。気のせいか少しムッとしているみたいだ。ごめん、ちょっと分かんなかったんだ。そんなに私の声って分かりづらい？電話だから。苦しい言い訳。それに部屋の方に尾形里奈ちゃんから電話なんてないよ、普通に。森川由紀からはあるのに？あれは特別。電話番号を教えたんだったら連絡が来るものと思った方がいいわよ。少なくとも私の場合は。ほほう、そうだね。軽く笑うリナちゃんの声の後ろで何やらガヤガヤと人の声がする。お客さんいるの？え？あ、ううん、お家からじゃないの。え？仕事場なの、まだ。今日は帰れそうもないみたいだけれど、ちょっと時間が空いたから東也くんに電話してみようって思って。ほほう、そうなんだ。それでさっき慣れ慣れしく自分の名前を言ったりしなかったんだ。スキャンダルの火種になるからな。それで前に言ってた話なんだけれど。え？ちゃんと覚えている？今度お茶をご馳走するって言ったの。問いただす言い方ながらも内容が内容なので、彼女の声はひそやかになっていく。なんだか本格的に内緒話をしている気分だ。うん。でも本気だったの？本気にしていなかったの？そう言われると答えづらいけど、普通本気では期待しないんじゃないかな。私、あさってに出かけようかと思っているんだけれど、一緒にどう？え？なに？その小動物みたいな怯えは。いや、怯えてるんじゃないんだけど。その、騙しはないよね。騙し？だから、あるじゃない。AD とかをアイドルに呼び出させて、やってきたところを、はい、ドッキリでしたって笑うやつ。やっぱりそうなのかな？古臭いのね。東也くんって何年生まれ？同い年。そんなの今時ないわよ。大体、あったとしても、私はそんなのに出ません。彼女の声が次第に甲高くなってたかと思ったら、ふと気づいたみたいに元々の、ひそひそ声に戻る。もう変な被害妄想入れないで。第一、東也くん誘うんだったらユキにやらせるでしょ。いや、ユキは演技がまるでダメだから。で、そういう話じゃないの。じゃあ本当に？何度も言わせないで。
それとも私のテレカ使い切るまで聞き続ける？ほほー、テレカ、テレフォンカード、公衆電話からかけとるんやな。まあ当然やな、固定電話なんかテレビ局にないしな。いやー、時代を感じるね。テレカ、うわー、いいな。この令和5年に、令和5年にテレカっていう言葉を聞けるのがちょっと嬉しいな。いや、つい真面目に答えてしまう。じゃあどうする？一緒に行ってくれる？どうしようか。いや、行くよ。もちろん行くよ。モロチン行くよ。モロチン行くさ、そりゃ。本当？もちろんね。よかった。彼女の声がはっきりとわかるくらいに明るくなる。でも本当にいいの？俺なんかを誘っちゃって。違う違う。でも本当にいいの？私なんかの誘い受けちゃってやろ。また。わかった。正直に言うわ。ちょっと、東也くんに聞いてほしい話があるの。ここではちょっと言えないけれど。うん。そういえば、こないだもそんなこと言ってたっけ？何か心配事でもあるのかな？いいけど、俺、力になれるかどうかわかんないよ。情けないことを言わないで、男の子。そんな子供みたいなことを。大丈夫かどうかわからないけれど、とりあえず明後日駅前で待っているわね。時間は？時間は？ああ、びっくりした。ああ、うん、わかった。そして電話は切れた。悩みの相談とかだったら困るな。あの尾形里奈ちゃんの悩みだなんて、この俺がどうこうできるはずないしな。わかるよ。悩み相談っていうのの一番の悩みっていうのは、誰に相談するかってことなんだよね。自分の話を聞いてほしいだけだったら、ぶっちゃけ聞いてほしい人にするし、答えを欲しかったら答えを欲しいっていう人にやるし、うん、ね。相手が自分の求めとる答えを持ってないのにっていうのもあれば、逆の場合もあるしね。まあそんな話は置いといて。まあ気楽に言ってもいいんじゃないかな。あ、いや待てよ。ユキがリナちゃんに俺のことをすっごく頼れる男みたいに大げさに言ったのかもしれない。自意識。だったら辛いな。そんなで彼女に会いに行くのは、わざわざ恥をさらしに行くみたいなもんだし。まあいいや。寝よ。なんかあるか？あ、ないね。だから今日は、これでデートか。25、あさって行くんだもんな。はい。今日はリナちゃんと出かける日だ。信じられないけど、でもこれも現実だから。さあ出かけよう。いつもは気にならなかったけど、駅って人が多いな。本当にこんなところで待ち合わせしてもよかったのかな。リナちゃん見つかったら囲まれるんじゃないかとか考えていると、東也くん。はい。誰かに呼ばれた。リナちゃん、ここ言ってる本人を探しているのに、ここって言われてもキョロキョロする。俺、ここだってば。通りの向こうかもしれない。そう思って路地を横切ろうとしたら、いきなりタクシーにぶつかりそうになった。すいません。何謝っているの？早くこっちに来てよ。え？顔を上げるとタクシーに乗った男の子が必死に手招きしてる。早く乗って。リナちゃん、とにかく俺はタクシーに乗った。びっくりした？男の子に変装して、やっぱアイドルって大変だな。運転手、タクシー運転手って口軽いなよ。うん、なんか聞かれてもねえのに芸能人乗せたとかさ、あの芸人が態度悪かったとかさ、なんかごちゃごちゃタクシー運転手って、あの客との話をつなぐために、この前こんな有名人乗せたんですよみたいな話、一般人でそんな話好きじゃないですか。スキャンダル、ゴシップ、なんかそういう話。うん、あれってよくないよね。タクシーって嫌いだもん俺。なんかそういうことペラペラ喋るやつってさ、なんかね、なんか自分のこと喋らんことないじゃないですか。そしたら
そうでしょ？ね、芸能人みたいなプライベートをあんまり明かしてほしくない人の話を聞かれてもないのにごちゃごちゃ話すようなタクシー運転手って一般人の話なんてもっとするじゃないですか。だからあの文化ってすごいなんか嫌なんだよね。うん。なんかなくなってくれればいいのにってなんかすごい思う。だからタクシーってあんま好きじゃないんだよ。はい。いいね。バチバチに顔出しとくけど。てかめちゃくちゃおしゃれな店だけど大丈夫これ。びっくりした。ここは前にリナちゃんが言ってたコーヒーの美味しいお店だ。少し照明を落としたくらいの落ち着いた感じのする広いレストラン、奥の壁にある窓からは外の時間がわからないみたいな、そんな感じだ。そしてテーブルの向かいに座ってるのが尾形リナちゃん本人。普段着のままの彼女だ。タクシーの中で男の子はキャップとか変な形のメガネを外したら、なるほど、リナちゃんになってしまった。まさかトウヤ君、私がそのままで来るなんて思った？うん。俺は照れて真っ赤になる。声の主を探してうろたえる様子も全部見られてたわけだ。ユキってそういうことしないから。そうよね。あの子、人混みの中でも全然バレないのよね。割と普通なルックスだから。そうでもないわよ、美人よ彼女。いやまだ序盤だから、やっぱ彼女の話を他の女の前でやってしまうっていうね、ミステイクを犯すわけよ。なんか序盤だから許されるよね。中盤でこれされるとね、やっぱ相手に対して好意を持っとる女の子からしたらね、なんかチクチクくるんだよな。そうかな。自分のことでもないのに、なぜか俺が照れてしまう。だけど不思議と人の中に溶け込んじゃえるのよね。等身大っていうのかしら。庶民的なのかも。デビューしたての頃なんて私服でよく AD と間違われたもの。あ、聞いたことある。私にお弁当を配りに来た時にはどうしようかと思っちゃった。そんなことまでやってたのか。いくらなんでもそれはボケすぎ。自分でも気づきなさいっていうか、まだ自分がアイドルだって自覚が足りないみたいなのよね。うん、確かにそれは言えてる。俺もユキのことを言えないかもしれないけど、それにしてもさすがは先輩。見るところはちゃんと見てるんだ。で、私すごく先輩風吹かせているみたいね。ごめんなさい、ついお仕事のお話しちゃうの癖になっちゃっているのよね。そんなことないよ、すごく熱心だなってわかるもの。ありがとう。でもいいわよ、気を使ってくれなくたって。私の方で気をつけるから。そんな、いいよ。私服のリナちゃんは俺が思ってたよりもずっと普通だった。でもあんまり普通で自然な格好だからちょっと驚いちゃった。そう？リナちゃんは困ったみたいに笑った。失礼だったかな。私、周りの人が言う普通ってまだちょっとわからなくて。そうなの？よく兄さんに普通が一番だなぁなんて聞こえよがしに言われるけれど、私、兄さんみたいにはどうしてもなれないから。いや、あれはかなり特殊な普通だから。俺、今のリナちゃんはすごく普通だと思うけど、テレビでしか知らなかったからなんだろうけど、普通に綺麗っていうか。こんなことを言うのって恥ずかしいな。ユキが相手の時となんとなく違うみたいな、でも一緒みたいな。じゃあ、お世辞として受け取っておくわね。いや、お世辞とかじゃなくて、普通お世辞にはならないよ、それ。俺は焦っているのを隠すためにコーヒーを一口すする。エコーズのコーヒーもかなり美味しいと思うけど、これも深く濃く上品な味わいだった。
と、そんな俺の顔を見てリナちゃんもこのコーヒーのためにあつらえたみたいに上品にクスッと笑った。それでお話だけれど。え？コーヒーとリナちゃんとどっちに集中したらいいのか迷っていたら、迷ってた俺は思わず聞き返した。そういえば今日はそれで来たんだっけ。なーに、デート気分で、デート気取りで楽しんでるんだ俺は。兄さんのことなんだけど。あん？兄さん？エイジさん？少し頬をあからめてうつむき加減にリナちゃんがうなずく。ああ、これはダメだ。あの尾形リナの悩みはあの尾形エイジプロデューサーのことだなんて。俺に一体何ができるって言うんだ。これまで生きてきてあのだなんて単語を一度たりとも、くっついたことのない俺に。エリナちゃんには悪いけど、これは俺に話してどうにかなる問題じゃないな。悪いけど、そう言いかけた時、私だけを見てお話ししてね。ほっほ、お前それずるいだろ。そんなこと言うん。ひそひそ声でエリナちゃんが言った。うん。何のことかわからないまま俺はうなずく。今東也くんの後ろの方にユキがいるの。あん？え？俺は慌てて首を後ろに回す。後ろを見ないで。あ、うん。すぐにリナちゃんに視線を戻す俺。だけど見てしまった。見ちゃった？うん。ユキと向かい合って座っているのは男の人だった。それはエイジさんだ。そういうことなのよ。なるほど、向こうは向こうでしっぽりやってるってことか。リナちゃんは神妙な顔つきで俺に言う。そういうことって。俺は慌てて言い返す。どうしてそんな言い方。ユキ、リナちゃんと同じでエイジさんのプロダクションにいるわけだから、二人でいたって別に変じゃないじゃない。それでも自分でも分かるくらいに俺の言葉はうろたえてる。きっと仕事の話なんじゃないかな。わざわざユキを引っ張り出して、他の子にはしないわよ。だからそう、何か特別な極秘な会議。ブリーフィングルームくらいうちのプロダクションにだってあるわ。第一、どうしてそんな重要なミーティングをここで、こんな人の多いところで。俺は言葉に詰まる。ごめんなさい、別に東也くんにこんな風に言うつもりじゃ。ただこの間家で兄さんがユキに連絡していたから、格好悪いけれど私それを隠れてずっと聞いていて。エイジさんがユキを。ええ。リナちゃんは再び小さくうつむく。ただ今日ここにって話だけで、どういう用事かは分からなかったから。だから俺を。彼女はうなずく。でもやっぱり考えすぎだよそれ。だって仕事じゃなくったって、たまには自分のプロダクションの子をお茶に誘うくらいはするんじゃない。たまたま相手がユキだっただけで、ひょっとしたら全然別の子だったかもしれないってだけで。でも自分ではそれを信じられるかな俺本人は。兄さん、ユキには音楽の話をするの。え、そりゃするんじゃない。しないのよ普通は。そうなの。ええ、そう。音楽を聴くのも一人、作るのも一人、考えるのだって多分一人で。私だけには話をしてくれたの。音楽に関する考えは誰にも理解されなくたっていいって。だから誰ともそんな話しないって。孤高の天才か。それがね兄さん、最近時々ユキとも音楽の話しているの。そうなの。私だけにしかしなかったのに。彼女は少し寂しそうになぜか笑った。いいのよ、兄さんが誰にどんな話をしても私の知った限りじゃないから。
リナちゃん、ひょっとして俺が今のユキに正体のない不安を感じてるみたいに、リナちゃんもエイジさんに。なんか面白い視覚関係になったな。まあ向こうは向こうでブラコンみたいなとこがあるからな。こっちもこっちで彼女がね、別の男と吸ったもんだがあるからさ。よくわからないけど、兄弟にもそんな感情はあるのかな。それともただの思い過ごし。だけどユキはダメよ。ユキだけはダメなの。あ？俺は首をかしげる。まず第一に、もう恋人がいるから。恋人だなんて、そんな改めて。つい俺は本気で照れる。ユキそっくり。お似合いかな。そんな。からかわないでほしいな。って、本気でからかわれてない？俺。それに私、ユキとはフェアなスタンスで戦いたいの。アドバンテージも。ハンディも何もない状態で。え？リナちゃんの瞳がにわかに本気の色に光る。いつまでも友達でいられるわけじゃないから。初めてここであれだな、あのユキに対するライバルの向ける敵意というか、あれを向けたな。戦わなきゃならない時が絶対に来るから。ユキが私の敵になる時が。そしてどっちかが勝ってどっちかが負けなきゃいけないから。敵、ライバルじゃなくて敵、競い合うんじゃなくて争う関係。そう、現実はいつもシビアだから何にでも結果を出してしまう。勝つことと負けることには特にシビアにできてるから。別にそういう場面になって兄さんがユキに味方しちゃうのが嫌って意味じゃないの。兄さん、それはしない人だから。こういう時って、普段普通の兄思いの妹って感じだな。ただ、ほら、どちらかが勝って、どちらかが負けた時、マスコミって結構騒ぐでしょ？ああ。尾形栄治がどちらかに特に力を注いでいたっていう。あれをやられちゃうと、勝っても負けても、ちょっとね。うん、なんとなくわかるよ。リナちゃんの本気の言葉かどうかはわからなかったけど、俺はそんな風に答えた。本気で戦う人間の間に分かったみたいな解説はいらないって思った。妹なんて、周りで言うほど大事になんてされないわよ。結局、一人でやらなきゃいけないの。うん。ここまで考えて情熱を燃やしている彼女を相手にしなきゃいけないんだ、ユキは。あ、ごめんなさい。こんな話はしないって言っていたのにね。本当、富士の職業病かしら。嫌になるわ。そう言ってリナちゃんは照れを隠すみたいに笑った。俺も釣られて少し笑う。トウヤ君ってなんかいいわよね。いいって？だってほら、普通の人って男の人も女の人もだけれど、こういうのって結構引いちゃうでしょ。真剣になんて絶対に聞いてくれないもの。そういうものかな。まあそういう人たちもそういう人たちで、自分たちの世界があるから他の人の世界が文字通り別世界に感じられるんだろう。相手が尾形里奈だろうが何だろうが、他人はどうやっても他人なんだから。そして俺は、俺はほら、ユキがいるからかな。多分そうね。里奈ちゃんははにかんで言った。どうしていつも。え？里奈ちゃんが何か言いかけたけど、その先、結局その先は言わなかった。俺たちが席を立とうとした時、ユキとエイジさんはとうに店を出てしまったようだ。確かにそれから二人がどこに向かったかは気になったけど、俺はユキを信じることにした。リナちゃんがエイジさんを信じたみたい。と、そこでさらに店の人に会計がもう済まされていることを告げられた。
あの奥の席にいた男性がここのテーブルの分の支払いも済ませて帰ったらしい。つまりエイジさんだ。あの男気づいてたの？あの男なんだかすごい兄弟だな。まあそれはそうと、当然エイジさんに俺とリナちゃんが二人でいるところを逆に見られてたってわけだ。今度会った時何も言われないといいけど。それとユキにも見られてたのかな。もうトウヤ君帰りましょう。うん。そして再び男の子と化したリナちゃんに手を引かれて俺は店を出た。今日は無理に付き合わせちゃってごめんなさい。わざわざ俺のアパートの前までタクシーで送ってくれて、しかも男の子じゃないバージョンで車から出てきてくれた。無理だなんて、そんな。結局今日はしてやられちゃったわね。うん。実の兄にしてやられるなんてことがこの世の中にあるなんて。もうこんな風に引っ張り回したりしないから安心して。そんな、いいよ。また付き合いたいくらいだよ。俺はちょっとカッコつけて言った。でもやっぱり偽物っぽくてちょっとカッコよくなかった。私、結構わがままだってわかったでしょ？それでも？まあね。俺は苦笑する。トウヤ君って、本当にいいわよね。そうかな？そうよ、言われない？あんまり。まあ、ユキにはよく言われるけど。私はそう思うけれど。じゃあまた機会があったらね。まだ兄さんも心配だし。あ、でもその話は今度ね。そしてリナちゃんはキャップをかぶりながらタクシーに戻った。そのままタクシーも夜景の向こうに見えなくなってしまう。要するに兄弟喧嘩の前哨戦みたいなものなんだろうけど、やたらスパイ映画みたいなノリだったな。本当に退屈させてくれない兄弟。でもユキは信じよう。疑うなんて俺にはできそうもないし。まあ一応こんなあれこれがあったからな。あ、26日って確か今日はリナちゃんの誕生日だ。先週買ったプレゼントを届けに行こう。ってどこへ。あ、俺彼女の連絡先知らない。ああ、せっかく買ったのに。まあ一応テレビ局に顔出してみよう。じゃなかったら喫茶店に行ってみたら。なんだか頼りないプレゼントになっちゃったな。あら、トウヤ君。あら、え？あら、あ、リナちゃん。やった、なんてラッキーな。どうかしたの？そんなに嬉しそうに。何かいいことでもあった？ いや、憧れのリナちゃんに会えて嬉しいな。昨日の今日でお前に出会えるか。そんな正直なって。俺はその声の方に振り返る。え、エイジさん。すまん。速攻で謝られて言葉を失う俺。ふん、なかなかいい感じの包みを抱えてどうした青年。ああ、いや、怒鳴りかけた手前、正直なところはちょっと言いづらい。ちょっと兄さん、またトウヤ君に変なちょっかい出すのはよしてよ。そんな言うなよ。俺だって藤井君と話がしたいんだぜ。そんな独り占めしなくったってな。そして俺に変な笑いを見せて。リナ、独占欲も強いんだよな。はあ。ほら、くだらないこと言わないの。兄さん、事務所の方に行かなきゃいけないんでしょ。薄情だよな。俺、リナちゃんの兄だぜ。お兄さん。わかっているわよ。さあ、早く行って、お兄さん。ああ、はいはい。じゃあマネージャーさん、リナをよろしく。俺の妹、すぐにこの青年のこと殴ろうとするからさ。そしてエイジさんはリナちゃんに何か言われる前にさっさと逃げて行ってしまった。もうごめんなさいね。兄さんいつもあんな感じだから。それで今日はお仕事？ああ、うん、あのリナちゃんに。あら、
本当に私に用があったの？うん、ちょっとだけだけどね。じゃあちょうど今休憩だから一緒に控え室でお話ししない？え、いいの？もちろんいいわよ。ね、いいわよね。いいって、行きましょう。うん。わあ、めっちゃ届いてる。それで用事って？めっちゃプレゼント届いてる。わあ、すげえ。いいね。うわ、控え室の中にはすでに花束やリボンのついた包みが開封されないまま重ねられている。これ全部リナちゃんに送られたものなんだろうな。そして多分これからもっともっと送られてくるんだろう。ちょっと狭いけれど我慢してね。ああ、いや、なんだかプレゼントを出しづらくなっちゃったな。でもまさかここまで来て出さないわけにもいかないし。リナちゃん、誕生日おめでとう。中学生がラブレターを渡すみたいに、俺は思い切ってリナちゃんにプレゼントを渡す。え？おお、好感度上がった。ありがとう。本当に受け取っちゃっていいの？うん、本当に大したものじゃないけど、さすがにそこまでは言えない。今ここで開けちゃっていいかしら？ああ、うん。こういう風にフェイストゥーフェイスで何かプレゼントされたことってあるんかな、リナちゃん。バサバサ。綺麗なオルゴール、どうもありがとう。すごく嬉しいわ。すごく嬉しいと笑う、彼女の背後には綺麗な花と包み。そんな風に言ってくれるリナちゃんにむしろ俺の方が嬉しくなってしまう。蓋を開けるとゆったりとした三拍子の音が流れてくる。へー、テネシーワルツね。うん、そういえばどんな曲が流れるのか見てなかった。もっとも今俺の知らない曲が流れているわけなんだけど。私これ好きよ。古いけれどパティページのが一番好きかな。ありがとう。こういうのをゆっくりと探したりする時間なかなかなくって嬉しいわ。そう？リナちゃんは本当に嬉しそうにオルゴールに見入っている。ええ、それにほら、兄さんのせいなのかな。私知り合いの人からってこういうオルゴールとか音楽関係の贈り物ってされたことないの。へえ。多分私たち兄弟に自分の音楽の趣味を見せちゃうのが怖いんでしょうね。なかなかやな。あ、そうか、言われてみたらそうだ。俺あの尾形里奈に音楽をプレゼントしてるんだ。うわ、恥ずかしい。だからすごく嬉しかったわ。おまけに私の好きなグッズだし、すごく得した気分よ。なんだか予想した以上に喜ばれてる。受け取ってもらえるかどうかさえ心配してたのに。本当は何かお返ししなきゃいけないのに、今私こんな状態で。そしてリナちゃんは軽く後ろを振り返る。この積まれた贈り物。自由にならないから。ああ、うん、そんな、いいよ。優しいのね、トーヤくん。でも大丈夫よ、いつか必ずお返しはするからね。うん、言いかけた時。お、さあ、休憩おしまい。リナちゃんは衣装の間に小さなポケベルを戻しながら元気に言った。ポケベルなんだよな、ポケベルわからんやろ。ポケベルわからんやろ今の子。トーヤくん、どうもありがとう。お家に持って帰って飾らせてもらうわね。トーヤくん特別だから。そう言ってリナちゃんがドアを開けると、ちょうど外には彼女のマネージャーが迎えに来てたところだった。そして俺も一緒に控え室を出た。特別だから、リナちゃんのその言葉がどうしてかすごく心に残ってた。そういえばあの部屋にあった贈り物ほとんど開封されてなかったな。
俺の場合は直接に手渡しなんかしちゃったからその場で開けてくれたんだろうけど。ああそうか、自由にならないってそういうことか。時間がってことじゃなくてお返しがってことだ。ひなちゃん、知り合いからだけでもあんな届けられてるのに、ファンからなんて言ったらどれだけのものが送られてるんだろう。それを考えただけでも、その中のいくつかに個人的にお返しするなんて、それは許されることなんだろうか。たとえプロダクションの権力を持っているのが自分の実の兄だったとしても、こんな普通のバースデープレゼントさえも彼女にしてみたら事務所絡みの行事の一環なんだ。なんだかかわいそうになってきた。特別だから。リナちゃんはそう言っていた。俺の目の前で俺からの贈り物を開封してくれたのって、ひょっとしたら本当に特別だったのかもしれない。なんてちょっと都合のいい考え方かもしれないけど、だけどやっぱり少し嬉しかった。おお、いいね。イベントらしいイベントが出てきましたね。一旦ここで終わっとこうかしらね。うん。区切りのいいところで。うん、はい。そんな感じで、今回はここまでです。はい。お疲れちゃんでした。